さあ、行くぞ。実は魔導士の杖ってあんまりメジャーじゃないっていう。みんな点数区分は高いんだけど、あんま使わってる人見ないって、ほぼ見ないんだよな。点数高いから余計使えないのかな。あんまり見ないんですよね。ちょっと、もう一回遊べるドン。危ない。そのね、パスにね、カーソル置くと事故った時がね、泣いちゃうから、やめてほしい。王子。よっしゃ。ごめんなさい。初めて組んで呼ばれたから、ちょっとびっくりしちゃった。マグマの杖か。いいよ、ほら。あー、マグマの杖ね。どうなんだろうな。まあ、賢者の杖みたいにダウンウォールみたいな外れ技かじゃないっていうのはわかるんだけど、マグマがそもそもあんまり威力強くないから、どうなんだろう。したらさ、あれだからさすがに、あれなんだけど、魔法使い杖で言うと、俺的には魔導士とほぼ同じぐらいだと思うけどな。全体攻撃呪文って刺さったら強いんだけど、刺さんないと結構悲しい性能なんだよね。ってなった時にもう片方の技が強いとすごくいいんだけど、マグマがどんな威力だったかもう覚えてない。たっけー HP。 なって感じです。アンダー20なら全然活躍の機会があると思うんだけど、普通の対戦ならちょっと厳しい寄りだよね、さすがに。イオラだから。まあ、運よくマグマの通りが良ければって感じかな。これ鉄球王子めっちゃ強いぞ。これ鉄球王子めっちゃ強いぞ、これ。量を止めるぞ、これ、量圧で。あー、そっちは良くない。そいつ暗黒対戦あるからそっち狙うの良くない。そう。アトラスの数少ないさ、優秀なシーンをみんなが今見ているよ、これ。そうですよね。アトラス答えって勘違いするかもしれないけど、これ暗黒体制だけはさ、やっぱそっか、サダケの杖のさ、あれは結構さ、強いんだけどさ、多分それほどの威力じゃないよね。属性もちょっと悪いのかな、これ。やめてくださーい。やめてくださーい。これでもアトラス止めたんですけどね。さあ、まひらせよう。ああ、ダメでした。ダメ、出るなぁ、おい。結構出ますね。いや、さすがに呼び寄せるは弱いと思うの。さすがに呼び寄せるは弱いと思うのよ。いくらなんでも。いや、なんかめんどくさいからもう昔のスタイルをずっと貫き通し続けてます。あのね、初めて Wi-Fi 対戦した時とほぼ同じなんだね。サムネと対策のスタイルが。何年何月っていうのと、Wi-Fi 対戦やるぞっていうのは全然変えないまま今までやってるんですよ。結構高いイメージがあるけど、どうなんだろう。20? あ、全然良かったです。すいません。もうちょいなんか、あると思ってました。20敗した。今そんなもんか、ダメージ含み系の状態上技って。ナイス!運がいい。ダメージ系状態上技の中では、まあそこそこの数値ではあるのかな、一応20だと。あ、低い。お、あ、それダメだ。単体技だから。でもこれさ、一戦のタイミングわかんねえ。ハートが。あー、痛え。痛いんごね。止めていただけますか?あんちゃん。あー、ダメか。まあまあ、ここはじゃあ仕掛けましょうか。ここはまあ。てか待って、今日ちょっとつばぜり合い多くね?今日つばぜり合い多くないっすかね?あー、終わったー。待って、イヤホン抜けた。ちょっと待って、イヤホンが。あ、もう無理。ちょっと待って。あー、待って、やばい。貧血。もう今日なんでこんなボロボロなの?スペシャルカード発動。大魔神やっぱ強えな。やっぱ思うよ。大魔神って強えわ、やっぱ。
間違いねえ。あ、待って。おーっと。さあ、ピンチです。素晴らしい。なんで避けた、お前。パーだろ、お前。よう避けたな。なんでそっち狙うの？え、トロルキングの方が絶対通りいいでしょう。なんでそっち狙った？いや、待って、これさ、向こう SP 使ったっけ？あ。え、向こう使ってなくね？ SP。いや、俺は読むね。これ SP 使ったっけ？使ってないよね。読むね。うわ、ギャネ使った。じゃあ、俺で負けた。あ、そうじゃん。おー、待って、ワンチャンありますねー。雷鳴剣一戦優勝。オッケー、そうでした。さっきめっちゃギガデン使ってましたね。だからこんな HP 減ってんだ。危ねえ危ねえ。下手に天使の歌とかしなくてよかった。いや、役に、あ、いいか、別に。耐えれたし、結果オーライ。これ、シャーマンに言ってたら死んでたからな。危なかった。シャーマンなら即死だった。危ないとこでした。ちょっと待って、魔法使い使ったじゃん。え、どうしよう、もうちょっと待って、チームどうしようかな。